無限大将ない、おやさい。はい、今回の動画はハーフアニバーサリー記念のステップアップオールスターガチャ、こちらをやっていきたいと思います。はい、前回のステップアップに引き続きほぼ同じ内容だね。ガチャを回すためにステップアップ、ステップ1が無料で1回ガチャ、ステップ2が優勝200で5回ガチャ、ステップ3が優勝400で10回ガチャで、ステップ4で優勝 500SR 以上3枚確定、ステップ5で UR1 枚確定、ステップ6最後がここね、大事なところ UR なんと3枚確定です。これ前回もそうなんだけど UR3 枚確定なんですよ。でこの UR3 枚確定枠とはまた別のね、他の7枚枠のところで UR を1枚でも引いて UR4 枚引きを絵的に見せたいなっていうところですね。はい、これは前回も俺言ってて、で実現することはできませんでしたが、今回リベンジということでね、はい、こちらやっていきたいと思いますので、この最後のところ UR4 枚引き、ここを出したい。はい、でもちろんね、途中でも UR とかお迎えして、新規だったりとか出たらいいなって感じですけどね、頑張っていきたいと思います。確定枠4プラス地引きが2と、はい、いう感じで6枚目標でいきますかね。まあ、まずは単発なんでね、はい、ここは気軽にいきたいなと思います。はい、もう気軽にほいと。はい、まあまあまあ、これはいつもの納税と同じ感覚って思えば、なんともないでしょう。はい、次。まだこれ5回ガチャっていうね。はい、また、普段できない、新鮮な感じですね。5回っていうところはね。はい、やっていきますよ。めげないしょげないわいさい。お願いします。お、白じゃないだけまだマシなんじゃないかな、5回で。いきます。いや、悪くないですね。さすがに1個だね。さあ、まあさすがに SR1 だとは思うけどね。はい。あ、2かよ。マジかよ。強っ。はい。なんと SR2 枚引きできましたね。5枚で。お、ここで篠原エリチ貫突。ありがとうございます。2枚目は誰や。ほい。あ、いいね。いや、これもね、だいぶ進んできた。いいっすね、いいっすね、いいっすね。かよちん、ありがとう。いいよ。でも、いいよって言うとあんま良くなくなるからな。やめてほしいよね、そういうのね。はい。続いて、ステップ3行きましょう。これは1枠 SR 以上確定で10回ガチャなんで、いつも通りの10連です、これ。ただ、かかるスターが500ではなく400っていうだけですね。はい。まあ、これでもお得なんでね。はい、やっていきたいと思います。虹が見たいっすよ、俺。安心レインボー。いきますよ。メガネしかない。ワイサイ。お願いします。さあ、ここで安心レインボー引ければね、だいぶ強いよ。オッケー！オッケー！いいっすね。はい、分数ではないものの UR 来ました。さあ、今日の俺、出だしからこういう感じだとね、多分言いながら来るんですよ、これ。はい。いや、いいね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 。はい、星は5。さあ、ここで誰が出てくるかってところですね。まあ、新規お迎えしたいところではあるけども、けども。はい、はい、はい。はい、SR 確定枠がね、一番右にいるっていうね、ちょっと、違和感がある。違和感がある。これでも一応、SR1 確定なんでね。はい、いわゆる。おー、いいね、やっぱいいね、いい流れ来てます、いい流れ来てます。はい、ありがとう。初期ようちゃん、なんとこれね、2枚目なんですよ。全然お迎えしてない。やっとやっと2枚目。はい、エサル。いや、貫突しちゃうんだよな、さっきな。はい、あざす。いやー、いいですね。はい、楽しい楽しい楽しい。そして、衣装チケット。衣装交換チケットももらいましたと。はい、もう折り返しましたよ、ステップ。はい、4ステップ目行きましょう。10回ガチャ、こちら、こっから見どころ。かなり見どころ。まあ、SR とはいえ、3枠以上確定なんで。それでは行きましょう。メガネしかない、YSI。ん？メガネしかない、YSI。お願いします。やばい、やばい、お願いします。いや、ここで安心レインボー来たら、期待値通りのもう勝ち、来る、来た。ほら、やっぱり言った通り、なんかね、幸先いいとね、そっから流れ乗ってくれるんですよ。見ていきましょう。いや、もうこの時点で、俺が宣言した、トータルのね、 UR6 っていうところはもう保証されましたんで、はい、もう期待値通りにはもうここの時点で来ましたという感じです。はい、え、これめっちゃ SR 出るやつじゃね、 SR5 じゃね、やば、 UR1SR5。 いやー、すごい見どころばっかり。さあ、次 UR かな、いきますよ。初期ダイヤちゃんじゃね？もしかして、もしかして、え、これ多分新規ですよ。ニュー、新規ということでね、初期完全にコンプ、ミューズもアクアもありがとうございます。いやー、やりました。いや、マジか、いいねこれ。いやー、運営に、いや、久々だな、運営に感謝すんの。マジで。いや、もうこの時点で感謝ですよ。
いや、本当の見どころこの後から、この後なのにね、すでにやばい。すでにいい感じ。はい、ヨハネも SR、こちら、カント2。ここから SR3 枚かな？はい、ノンタン。はい、カント2、ズミ、輝く。はい、あ、そう、ウミちゃん、輝いた。はい。いや、めっちゃ引きいいんじゃないですか、これ。で、次、ステップ5が UR、一枠確定なんでね。ってことは、2枚引き。ね、この流れだったら2枚引き行きたい。行きます。めげなしがない。わいさい。あ、なしあ、なしあ、さあ、これ、ワンチャンあるよ。フンスとか来てくれたり、あ、しないね。しないですね。はい。ここでフンスないってことは、地引きで UR 引けてない可能性大ですね。はい。もうこれ確定枠1枚のみの可能性が非常に高いです。はい。星も3つ。さあ、どうでしょうか。ステップアップ、今のところ完全なドブはないけども。お、SR 地引きできてるから、まあドブはない。SR2、はい、UR1、いいっすね。はい。引き的にはもう、俺からしたらもう、普通に神引きレベルですよ、これ。やばいやばいやばい。はい。さあ、UR もね、気になるところ、今回の。はい、ことりちゃん。あ、これ、2枚目っすね。このね、目パッチリしてる、ことりちゃん。かわいい。はい、2枚目の SR は、はい、エビチカが5枚目。もうちょっとでね、カウントですね。あと1枚。さあ、最後に UR がいます。さあ、どうなるか。はい。これ、初期の方だね。いや、初期めっちゃ出るぞ。初期出すぎじゃね2枚目だったら、こうしてた。はい、4枚目の初期ヨハネ、ありがとうございます。さあ、いい感じですよ。いや、ここまでの勢いはあったけど、やっぱここはなんだかんだ緊張するんです。はい。なぜかと言ったらもうね、ステップアップって期間限定で1回しか、ね、1アカウント1回しかできないんで、で、しかも課金もしてね、3枠 UR 確定ね。もうここでもう前回ちょっとね、やられちゃったんで、今回はね、勝ちたいなって思います。はい、頑張ります。はい。もう UR の中身どうこうじゃない。もうなんかね、個人的にはね、UR4 枚引きっていうその絵を見せたい。ハーフアニバーサリー運営さん、おめでとうございます。というわけで、最後、6ステップ目。UR3 枚以上確定。行きましょう。めげなしがない。わいさい。お願いします。もうここ大事よ。本当にここ大事。お願い。わかってる。もう、フンスはね、確定でしょ。さすがに3枚確定ってことで、もう、フンス演出はもう安定。だからこそわからない中身が。ここの時点で何にも安心できないからね。こっからっす。はい。行きましょう。見ていきましょう。というわけで、最初の7枠で、レインボーの、はい、演出が来れば、もう4枚以上確定が。1、2、3、4、5、6。なんでこの3枚、いやもうここにかけよう。じゃあもうダメだったよ。しょうがないよ。しょうがないから、もう最後の3枚ここにかけよう。はい、ここでまた新規とかね、お迎えできたらいいなとか思っちゃったりたり。はい、次だね。いきます。こっから UR の嵐いきますよ。1枚目。はい。んー、てかマジどんだけ初期出んの。あ、そっか、初期ばっか、やばっ。え、これ、実はこれ初期しか出ない。いや、そんなことないか。そんなことはないな、さすがに。はい、4枚目、海洋チン、初期、ありがとう。次、2枚目、行きましょう。ほい。おー、急に飛んだね。あ、やっぱ、全然出るわ。初期ばっかだったな、たまたまだったと。はい、これ何枚目かな ?3 枚目ぐらいだったと思うけど。ほら、3枚目ですね。はい、ニコニー、ありがとう。さあ、ラスト3枚目行きますよ。はい。新規を返した。うわ。最後です。あ、やばい。はい、トワイライトデーモンのヨハネ。レオナがめちゃくちゃ欲しがってるやつですね。何枚目は？はい、2枚目です。あ、まあ2枚ならまあ、新規お迎えではないです。もう実はもう、まあ、腹パンぐらいで許す。腹パンぐらいで許してくれる。ありがとう。いや、腹パンありがとうってやばいでしょ。はい、というわけでね、なんと最後の最後はやっぱりこんな感じでしたね。はい、夢見れなかったな。はい、というわけでね、別の動画でまたレオナが同じ内容で、このステップアップを6までね全部回しますので、そちらの動画も、皆さん楽しみにしていてください。今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録2万人目指しておりますので、ぜひまだ登録していない方、この機会に、よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ずっと